京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対福岡ソフトバンクホークス、このゲームの模様をお送りいたします。バファローズの先発は右の山本、対するホークスの先発は右の武田、以上の両先発。さあ、間もなく試合開始となります。右の山本、マウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。まずは1回の表、先頭バッターは三森。背番号68、第4球を投げた。155キロ直球、空振り三振、ボール球で仕留めました。背番号6、第4球を投げた。膝元、空振り三振。最後は156キロストレート。栗原亮也、背番号31。第3球を投げた。打ちました。取りました。これで3アウト。山本、上々の立ち上がりを見せています。右の武田、マウンドに上がります。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは小田。第9投げた。会心の当たり、破った。バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う。小田ツーベース、バファローズ先制のチャンスを迎えます。バッターは2番宗。第9投げました。打ちました。初球打ち、右中間へのフライ、掴みました。三塁はどうか。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。ショートストップ、紅林幸太郎、背番号24。第9投げました。ストライク。第2球投げました。2球目ストライク。早くも追い込まれています。第3球を投げました。打ちました。取りました。小田飛び出している。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。杉本裕太郎、背番号99。第9投げました。流し打ち、ファールボール。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、打ちました、ファール。第4球を投げた、打った、切れていきます、ファール。投げた、見送ってボール。第6球を投げた、危ない球。第7球は打った、ライトへ行った、取ってアウト、3アウトチェンジ。リプレイをご覧ください。バファローズセカンドランナー残塁。1回の裏が終わりまして0対0です。2回の表、これからホークスの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは柳田。第3球は打った、痛烈な当たり、一塁送球、宗うまくさばいています。柳田、いい当たりでしたがサード正面。これでワンアウト、ランナーはありません。第3球を投げました、打ちました、宗ボールを取る。サードから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番牧原。牧原大成、背番号36。第9初球を打ちました。レフトへ飛んだ、レフト交代、ヒット。打ったバッターは一塁蹴って二塁へ。牧原ツーベースヒット、バファローズ先制のピンチを迎えます。バッターは7番松田。大きな声援が届いています。第4球を投げました。変化球、空振り三振。高めの変化球でスイングアウトを取りました。先ほどのプレーです。2回の表が終わって0対0バファローズピンチをしのぎました。3回の表、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターはリチャード。投げました、打った、ギボ掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番甲斐。甲斐拓也、背番号19。
次は5球目。投げました。初球見逃し三振。バッターはトップに帰って三森。第一打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げました。打ちました。レフト前進。掴んでこれで3アウトになります。山本この回きっちりと3人で抑えています。3回の表が終わって0対0です。さあ先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で小田投げた。インコース高めいっぱいストライク。まずは見送りました。投げた。2球目ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた。バッターの足元投げた。打ちました。いい当たり。頭上を越えてった。センター前クリーンヒット。小田ナイスバッティングです。バファローズなおもチャンスが続いています。第1球ボール。第2球ランナースタート。打ちました。ヒットエンドラン。レフト前のヒットになります。バファローズ先制。バファローズ2点入りました。2対0。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。試合はこれから中盤4回に入ります。この回のトップバッターは今宮。今日の第一打席はスイングアウト。打ちました。内野ゴロ。宗ボールを掴んだ。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは3番栗原。最初のバッターボックスはファーストライナーに倒れています。投げた。三振。最後は157キロストレート。第3球を投げました。157キロ直球。空振り三振。山本3球で仕留めてみせました。山本最後はスイングアウトの三振で仕留めました。4回の表が終わって3 5回の表これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者デスパイネ。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。打って出ます。ピッチャーライナー真正面。これでワンアウト。ランナーはありません。投げました。打ちました。フラフラっと上がった。紅林下がっていった。紅林取りました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは7番松田。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第4球を投げました。おっと打ちました。サード正面のゴロ。アウト。3アウトチェンジ。山本ここまできっちり一安のピッチングが続いています。バファローズこの回は打順よく1番からの攻撃。左バッターボックスはトップバッターの小田。今日3打席目。初球打ち引っ張った。ライト下がった。打ったバッターは2塁へ向かった。小田ツーベースヒットを放ちました。先ほどタイムリーを放っている宗。第1球投げました。外角高め。ストレートは外れてボール。第2球投げました。あーっとショーフライになった。アルボール。第3球を投げた。あーっとショーフライになった。取りました。小田飛び出している。送りバント失敗。これでワンアウト。ランナーは2塁変わりません。第1球投げた。ボール。さあ次の投球ボール。投球はこれから3球目。投げた。打ったに当たりだ。ライナー破った。センター前クリーンヒット。紅林いいバッティング。ゲームは後半に入ります。トップバッターはリチャード。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。投げた。打った。1、2塁間の打球破った。リチャードナイスバッティングです。右バッターボックスは9番甲斐。第4球を投げた。打ちました。これは内野ゴロ。紅林取った。アウト。ワンアウトランナー2塁に変わります。代打は中村。変わりまして中村明ピンチヒッター。1球目ストライクから第2球打ちました。2塁ランナー3塁へ抜けた。中村いいバッティングを見せました。バファローズなおもピンチが続きます。第2球投げました。打った。サードライナー真正面。これで2アウト。ランナーは1塁3塁変わりません。第3球を投げました。打ちました。フラフラっと上がった。取ってこれで3アウトチェンジ。さあリプレイです。2者残塁。6回の表が終わって3対0です。
ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは柳田、今日はサードゴロと三振。投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、もやもや掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは DH のデスパイネ、今日はサードゴロとピッチャーライナー。打った、内野ゴロ、もやボールを取る、もやベースを踏んでツーアウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは6番牧原。インロー、空振り三振、ライトスタンドから今。7回の裏、バファローズラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッターは小田、ここまでヒットは3本。第2球、打ちました、抜けた、小田ナイスバッティングです。左バッターボックスには宗、まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第9球、投げました、決まってストライク、まずは見送りました。第2球、投げました、見送ってボール。第3球を小田スタート、危ない球、キャッチャー二塁走、盗塁成功。バファローズ重要な場面で盗塁を決めてきました。第4球を投げた、完全に外れたボール。第5球、投げた、ここは送りバント、ピッチャーの左へ転がした、ピッチャーから一塁送球、アウト、ランナー三塁。8回の表、4点を追いかけますホークスの攻撃。先頭バッターは松田、今日は三振とサードゴロ。投げた、打ちました、紅林掴んだ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは代打明石に代わりまして、明石ピンチヒッター。第5球、背番号8、投げた、ストレート、見送ってフォアボール。右バッターボックスは甲斐、今日は三振とショートゴロ。第9球、投げた、外のボール引っ掛けた、ショート左横のフライになりました。紅林取りました、これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。一塁牽制、タッチセーフ。投球は3球目、アウトコース、空振り三振。山本、ここまできっちり3安打ピッチングが続いています。さあ、いよいよ9回に入ります。トップバッターは今宮。第2球、打ちました、フラフラっと上がった、山本落下点に入った、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには栗原。第9球、打った、流し打ち、胸ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。バッターは4番柳田、バファローズここは何としても抑えたい場面。投げました、打った、ライト方向へ持っていきましたが、杉本掴みました、ゲームセット。山本、見事な完封勝利、バファローズ見事勝利です。試合終了です。ご覧のようにこの試合はオリックスバファローズが勝ちました。勝利投手は山本、敗戦投手は、さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。